さ、ストーリーじゃ戻ってリズミック、舞と太鼓の儀式、これか、ここで初リズミック。懐かしいな、このリズミックもめっちゃ好きだったな。曲がいいんだよね、あのピノキオの欲しい願いをの曲結構好きだから。学園裏にこんな大樹あったっけなんだけど願い星集め、あ、数日も経っちゃった、もう早いね。どうした、ふなーって、学園の裏にこのでっかい木があるなんて知らなかったんだぞ。僕もだ、学園長、願い星はこの木に、ええ、早速飾り付けましょう。何個集めたんだ数日で。うわー、そこそこよしっと、集めた願い星は全て飾り付けられたな。うわー、木に吊るされた石がそこら中で光ってんだぞ。あ、綺麗だな。そうだね、兄さんもちゃんと見えてる？あれ？タブレットの角度を調整してっと。あ、ありがとう、アルト。十分見えてるよ。本当？なんだか反応が薄かったから。いやいや、きちんと見えてますぞ。綺麗だね。感動した。少し戻ったよ。ならいいんだけど。当日はたくさんの願い星が飾られて、もっと迫力のある眺めになりますからね。なんかここがまだ驚愕だったらデートスポットとかになってんだろうなって感じがする。俺たちの頑張り次第で、ですよね。その通り。期待してますよ。では本題に移りましょうか。星送り本番当日についての話ですね。我が校ではスターゲイザーの皆さんに舞と太鼓の儀式を行っていただき、星送りを大々的に盛り上げていただきます。クローバー君とイデア・シュラウド君、それから俺とシュラウド君はご存知ですね。ええ、もちろん。前回の儀式もすごくかっこよかったな。一度目にしただけで記録媒体にしっかり刻み込まれたよ。確かに忘れられないね。あんな見てる方が恥ずかしくなる、こう見て。言うなって、やってたんだな、去年誰かがな。僕は小さい頃に地元で見て以来です。どんな感じでしたっけ？仙台の七夕祭りみたいな感じで盛り上がってんのかな、他の地域で。我が校では一人が太鼓を演奏し、それに合わせて二人が舞う決まりです。しかしただ披露するだけではいけません。イニシエルに伝わる草原の調べと幻想的な演舞。ああ。3人が完全にシンクロしていなければならないのです。じゃあなんかさ、もうちょっと仲のいいやつら集めた方がいいんじゃないの。先生術どうこうで決めるより絶対いいじゃん。スターゲイザーってめんどくせえ決まりが多いんだな。伝統行事なんてまあそういうもんだよね。だいたいめんどくさいよね。ちなみに誕生日によって担当は決まってますので、スペード君とクローバー君には舞を、イデオシュラード君には太鼓を演奏してもらいます。クローバー先輩、よろしくお願いします。あんまり気合い入れすぎるなよ。こっちこそよろしくな、デュース。まあ、ここはな、先輩後輩だしな、同じ量の。兄さんは太鼓だってさ、音ゲーは得意だし、朝飯前だね。いや、実際の楽器とゲームじゃ。引き続き、願い星集めをしつつ、儀式の練習も行ってくださいね。これまで以上に忙しくなる。休み時間に放課後。時間との勝負だな。3年生大変じゃないか、勉強も多いし。でもやるしかありません。いいですね、その息です。では早速舞と太鼓の実践をしてみましょう。あ、もう早速なんだ。で、イデア・シュラウド君は今日もタブレットですか？すみません、ちょっとお腹の調子が悪くて。困ったさんですね。次回から実際に参加できますか？なんでイデア選ばれちゃったんだって、本当に多分これしないぞ、これしないな。儀式の演習をやらせるとか分かってて生身で来るわけないじゃん。っていうか、どうしよう。拙者このままだと本当に太鼓を叩くことになりかねないですぞ。お願いしますね、イデア・シュラウド君。あ、前向きに検討します。では一回練習してみましょうか。今回太鼓はなしということで、私の手拍子と指示に合わせて体を動かしてみてください。いいんだそれで。行きますよ。行きますよですぐ踊れるもんか。踊れねえだろ普通な。無理だって。ここでフリックが出てきたのか。そっかそっか。オッケーオッケー。もう結構やってるからな、このリズミックも。太鼓置いてる、太鼓置いてる。見える見える。めっちゃ太鼓置いてる。あ、ゆっくり。手拍子にって言う割にめっちゃ太鼓のつんじゃん。学園長？叩いてるよね、学園長これ。代わりに学園長叩きゃよかったんじゃないの？手拍子じゃなくて。ダメなの？そんなにスターゲイザーじゃないといけない決まりある？伝統行事だからな。伝統行事って大体めんどくさいこと多いしな。それやるん？みたいな。なんでそれが必要なん？みたいな。しょうがないね。昔はそれが神聖な儀式の一つだったからね。仕方ないね。はい。終わった終わった。
なんかデュースがすっごいずっと困ってる。あー、五章でもそうだね、踊り苦手だったもんな。バッドエンドまっしぐらって嘘だろ、成功させてくれよ。なんでこの BGM なんだ、どうしたビッグツリー。これは二人の動きが全然合ってないし、デュースの前はひどくて見てられなかったんだぞ。あー、あの踊った後ね、飛んでる虫を追いかけ回してるみてえだその表現すごいな。ですね、私の感想もグリム君とおおむね同じです。二人ともそこまでズバズバ言わなくても。これでね、どっちかダンス部だったとかだったらね、いいんだけど。あ、デュースのアイメイク青いライン入ったら眉を甘く見てました。実際にやるとなると難しいですね。気にするな、俺は小さい頃に経験があるってだけだ。あ、そうなのか。実家が自営業だと何かと地域の行事に頭数合わせに駆り出されることが多いから。あー、そっか、そうだね。こういうの遠くに男の子は恥ずかしがってあまりやりたがらないだろ。とはいえ、二人の差は予想以上に大きいですよ。クローバー君はスペード君の指導を徹底的にお願いしますね。すみません、クローバー先輩。まあ本番までには日にちもあるし大丈夫だろう。ええー、それに次回からは太鼓も加わりますから踊りやすくなるはずです。そしていずれは三人が通じ合った完璧な儀式ができるはずですよね、イデアシュラード君。なんか言うてる。兄さん、僕はやっぱりできない。イデアだったら言うと思うだろう、そんな驚かなくても。急にとんでもねえこと言い始めたんだぞ。だってさ、全校生徒の前で太鼓叩くなんて、なんでわざわざ笑われに出ていかないといけないの。願い星集めやオルトたちが手伝ってくれたからどうにかできたけど、僕みたいなド素人が太鼓を披露なんて、失敗して恥さらすまでが確定イベントじゃん。そんな見えてるバッドエンドまっしぐらのルートに突っ込んでいけるわけないだろ。儀式は僕抜きでやってくれ。兄さん、オルト、そんな顔しないでよ。僕が参加すると言ったのはあくまでも願い星集めだけで、儀式の練習もまして本番に出るなんて一言も言ってないから。兄さんがあまり目立ちたくないのは分かってる。でもせっかくスターゲイザーに選ばれたんだ、一緒にやればきっといい思い出になるよ。けどさ、伝統行事なんですよ、個人の都合でやめるなんて認められません。それに舞を合わせるためにもイデアシュラード君の太鼓が必要なんです。はい、お願いします。けど要は正確なリズムが必要ってだけでしょ。なら実際に僕が太鼓を叩くよりも事前に録音した脳みその演奏を流した方が、皆さんご要望の3人が通じ合って儀式とやらができるのでは。くそ、生やすな。それはそうかもしれないっすけど、はあ、イグニハイノーの領長とあろうものがまるで子供のダダだなそういうやつじゃねえかオルトシュラード君はどうですか、お兄さんの晴れ姿見たいですよね。そうだね。あ、オルトが元気ない。けど兄さんが本当に嫌なら無理にやってほしくはないよ。オルト、じゃあ楽器アプリを使って実質からリアルタイムで太鼓の演奏を流すってのは、そういう形でなら別に参加してもいいけど。どっちにしろリモートじゃないか。ああ、スターゲイザーの一人が不在の星送りなんて前代未聞ですよ。伝統行事は何よりもルールが大切なんです。でも強制参加っちゃ強制参加だけどな。不在でも欠席でもなく参加はしてますよね。物理的な距離の概念を変えただけっていうか、リモートだって僕もそばにいるし二人とも一緒です。むしろ新しいスターゲイザーのあり方かと。そんな猛弁は星送りに必要ありません。必要なのは星の精神ですまあまあ、それも大事じゃ大事だけど、スターゲイザーである二人も何か言ってあげてください。一人一年坊だし。どうしましょう、クローバー先輩。イデアか学園長が折れないことにはどうにもならない気がするんだが。兄さんには難しいと思う。おめえが説得してもダメなのか。うん、兄さんって昔からすごく頑固な性格なんだ。あ、知ってる知ってる自分で決めたことは周囲から何と言われようと意地でも徹底しないし、まあそのせいで自分を追い込んじゃうこともあるんだけどちゃんと欠点も言う。今年入学式の準備をしていた頃、一向に寮長会議に出てこないイデアをわざわざイグニハイド寮まで迎えに行ったのに、テコでも実質から出てこなかった。あったね、そんな話。と
リドルが怒り狂っていたことがある。リドルはまあすぐ怒り狂うからね。え、あの怖い、厳格なローズハート領主が迎えに行ったのに。つまりあいつはこうと決めたら脅しても斜めてもダメということだろう。今イデアを説得するのは無理かもしれないな。そんな、このまま話していても意味がないし、練習の時間も惜しい。よし、学園長、ひとまずイデアの提案を飲んでリモートで参加してもらいましょう。え、本番はどうするつもりですか。デュースの舞を仕上げてから本番前に改めてイデアを説得するんです。無理強いすればスターゲイザーの役目自体を放棄しかねませんから。仕方ありませんね。イデア・シュラード君がリモートで儀式に参加することを認めましょう。ただし、クローバー君、スペード君、本番までにイデア・シュラード君を引っ張り出すこと、よろしくお願いしますね。それは学園長がやれば、教師陣がやればいいじゃん。はい。善処しますよ。それをなんか、一年棒にもやらせるのはちょっと。では私は仕事にも戻っちゃうのかい。伝統行事なんだったら協力した方がいいんじゃないのね、学園長。いつもそうだよね。すぐどっか行っちゃう。皆さんは引き続き、願い星集めと儀式の練習をお願いしますね。だってもう上の人はすぐ下の人を使う。シュラード先輩の説得、できますかね。どうだろうな。でもやるしかないだろう。リモートでの儀式を認めさせるとは、拙者なんという作詞。このまま人前で太鼓を叩くことなく星送りをクリアしてみせますぞ。さあ、願い星を全員聞き入れてストーリーが進みます。絶対に負けられません。負けらんねえか、デュースか。頑張れ。お前結構なんか頑張って5章頑張ったじゃん。 NRC トライブで多分できると思うぞ。数日後。おお、もう数日経ったんか。いつやんのこれ。7月7日かな。七夕にやんのかな。どうですかクローバー先輩。一つ一つの動きはかなり綺麗になってきたと思うけど、タイミングはまだずれてるな。太鼓の音を気にするだけじゃなく、俺たち二人の呼吸ももっと合わせていこう。はい。それじゃあイデア、もう一度演奏頼めるか。え、まだやるつもり。まだ数回しか練習してないだろ。頼むよ。お願いします。はぁ、太鼓に選ばれたのが運の尽きですな。どれだけ接種のリズムが正確であろうと、前が合わなければやり直し。他にもたくさんやるべきことがあるというのにな。ちょっと文章ごちゃなしちゃった。第一、毎回拙者が叩く必要あります。実に非効率的ですわ。録音を連続再生すればよくない。ぐっ、あ、グリムがいる。相変わらず嫌味なやつなんだぞ。デュースは十分頑張ってる。気にしなくていい。少しずつだけど上手くなってるよ。着実に上達してるよ。うん、見てないけど多分上達してんだろうな。ありがとう監督生。おう、うん、きちんと見てあげてよ兄さん。初めて踊った時とは大違いだから。どうした兄さん。いいだよ、聞いてるのか。え、何、練習始める。もしかしたけど兄さん。ん、ゲームしてる。はい、急に何言ってるの。俺と兄ちゃんは儀式を成功させるためにきちんと楽器アプリに集中してます。シュラード先輩、こっちは真面目にやってるのに随分半端なことしてるみたいっすね。やべえんだぞデュースのこのモードは。デュース落ち着け。大丈夫です。別に切れたりはしませんけど、意見くらい言わせてください。確かに僕の舞はまだまだ下手ですけど、サボりながら練習に参加するシュラード先輩にとやかく言われたくありません。やっぱりリモートなんてダメです。ここへ来て実際に太鼓を叩いてください。その話はもう済んだでしょ。僕は願い星集めだってできてるし、太鼓の役目だってきちんとこなしてる。スターゲイザーとして十分に貢献してる以上、やり方にキュッチつけないでほしいんだよな。それにデュース仕事ちゃんとできてるの。僕とトレイシーとデュースしてそれぞれ集める願い星の数決めてましたよね。確か今日までの目標は1人当たり100個。デュースして集められたわけ。それは少し滞ってますが。だって1年棒だからな。それはもうちょっとハンデっていうかあるし、前だけじゃなく願い星集めでも成果を出してない。どの口で僕に半端言ってんの。結果だけ見れば君の方がよっぽど半端では。まさか部屋から出て足で稼いだ願い星の方が価値があると思ってる。偉そうな政府は結果出してから言ってほしいもんですわ。ダメだデュース、口でこいつには勝てない。殴りに行こう。学園長から許可出てんだからさ。あっという間に言いまくされたな。デュースのやつ見てらんねんだぞ。僕が成果を出してないって言うなら、本番までに前を完璧にして目標の数の願い星を集めます。いや、シュラード先輩の分の願い星も僕が集めてみせます。何その意味不明な目標。
今日までに1人100個、当日までには追加でさらに150個以上が乗ればでしょ。なのに僕の分まで集めるとか絶対に不可能だと思うけど。なら、もしも達成できたら、リモートではなく実際に太鼓を叩いてくれますか。何それ、それ僕に得が一つもなくない。オールトと一緒に星は順調に集められてますし。でも逆に言えばお前にも損ないよな。むしろデュースが目標を達成するのが絶対に不可能だと思ってるなら話に乗った方が得だ。お前は部屋でゲームをしているだけで勝手にデュースが願い星を集めてくれるんだから。それともシュラード先輩は僕が目標を達成できると信じているんですか。はあ、ハーツラベルマジなの。少年漫画の主人公になったつもりか。マジでうざすぎ。やっぱりタリオとは相入れない。まあどうせできっこないだろうし、いいよ。デュース氏が目標を果たすことができたらリモートをやめる。約束ですよ。ただしデュース氏が失敗した場合、拙者は音楽アプリの参加で辞退してもらうから、本番は録音済みの対抗しようってことでいいよね。わかりました。兄さんの提案を飲むの。デュース・スペードさん、本当に大丈夫？ああ、必ず達成してみせる。オルトには悪いけど、デュース氏には絶対無理。これで面倒い儀式もやらなくて済むぞ。俺様どうなっても知らねえんだぞ。まさかの展開。売り言葉に買い言葉とはこのことだね。売り言葉に買い言葉っていうかもう、なんかこの行事やめたらこんだけバチバチに喧嘩すんならさ、なんでこれを伝統行事にしたんだ、ナイトレーブンカレッジは。絶対はねえだろ。でもまあうまくいけばイデアを参加させられるぞ。はい、この勝負絶対に負けられません。んー、ああ、でリズミックか、忘れてたよ。リズミックのことすっかり忘れてたよ。あ、ちょっと曲がパワーアップしてる。あー、なんか太鼓とタブレット置かれたけど、こんなんでやってんのいつも。それでいいの。あ、なんかデュースがノリノリで踊ってる。困り顔で踊ってない。成長しやがってデュース。なんか待って、タブレットから音符出てない。オッケー。なんかでもタイミング合ってんじゃないか。結構良くなってるような気がするぞ。デュース頑張ったんだな。それも偉いな、先輩でこんだけちゃんと付き添って。草も生えない冗談なんだそれは。なんか基本ずっと退治なんだね。まあここで3日後、数日経った後に3日後。デュース氏今なんて言った。ですから、お、約束した数の願い星を集めました。おお、お前やったんか。は？約束した数ってデュース・スペードさんと兄さんが当日までにそれぞれ集める150個以上、少なくとも合わせて300個ぐらいのはずだよね。ちょっと待って、それだけの数集めた？たった3日で？全く草も生えない冗談ですな。太鼓を叩かせたいからって嘘までつくなんて。嘘なんかついてません。見てください。これ何、300あんのこれ。え、本当に？ああ、デュースはきちんと願い星を集め切ったぞ。俺も確認済みだ。すごい、すごいよデュース・スペードさん。どうやって短期間でそんなに集めたの？まあとにかく空いてる時間を全部使って片っ端からいろんな生徒たちに会いに行った。すごいな。簡単に応じてくれない人もいたから、ちょっとしたいざこざもありましたけど、まあでもトップからね、やっていいって言われてるからスターゲイザーとして星送りのために必死に行動しただけだ。おー、すごいじゃん。さあ今度はシュラード先輩が約束を果たす番です。それは、あ、確かデュース氏は僕の分の願い星を集めて、なおかつ前も完璧にするって言ってたよね。それが果たせない限り従うわけには。イデアは練習中俺たちのことをちっとも見てないんだな。お、え、デュースの前は十分に上達してる。ほとんど完璧に踊れてると言っても差し支えないだろう。おお、なるほどね。そっか、まさかデュース氏がここまで頑張るなんて思わなかった。なんで学校行事一つでこんなに必死になれるわけ。でも俺とも楽しみにしてるみたいだし、これ以上は無理かも。シュラード先輩。兄さん。わかった、本番は胎児の下で太鼓叩くよ。叩けばいいんだろ。マジっすか。やったー、嬉しそう。いっちゃ嬉しそう、この1年坊。努力の勝利だ、願われがちだね。同じやろ、意味が。どっちも一緒や。シュラード先輩、ありがとうございます。兄さん。あ、俺とも嬉しそうで、ほんと。よくやったな、デュース。これで、スターゲイザーは3人とも、儀式に参加できる。はい。学園長も喜ぶだろう。
あ、来たほんて。言ってたら来たこいつ。皆さんってもうなんでそんな伸ばし棒を統一しないんだこいつ。ん？こっちに来るのって学園長じゃねえか？ちょうどよかった。報告に行く手間が省けたな。そうだね。学園長、シラウド先輩が儀式で太鼓を叩いてくれることになりました。なんですって？イデアシラウド君が？それは素晴らしい。いやあ、あーは言いましたが、絶対に無理だろうなと思ってました。こいつさ、少しは生徒のことを信用しろ。これは星送り本番が楽しみですね。と言いたいところなのですが、どうにもまずい状況になりまして。一体何事ですか？実は先ほど来週いっぱいの天気予報をニュースで確認したのですが、なんと当日この地域は土砂降りになりそうなんです。雷も予想されるひどい天候だとか。来週でしょ？まだなんか変わるんじゃないかな。じゃあまさか儀式は中止ですか？なんかあれだな、実際こっちの世界でもさ、七夕の日結構雨率高いよね。まあ梅雨とかかぶっちゃってしょうがないんだけどさ、このままではそうなるでしょうね。生徒たちを危険な目に遭わせるわけにはいきませんし、天気がひどくなれば記者の方たちも取材どころではないでしょう。そんな、もちろん日々練習を頑張っている皆さんのお気持ちもわかります。私だって知名度アップのチャンス、おいこのカラス野郎ではなく、伝統ある儀式を諦めたくはありません。今すぐ中止にすべきか、天候が崩れないことを願い当日まで待つべきか。ああ、私は一体どうすれば。中止の決断は当日まで待ってくれませんか？それこそ魔法使うんだったらさ、行動でも食堂でもさ、でっかい木これ持ち込んでさ、できない？やろうと思えばできると思うけどな。僕は諦めたくないですし、本番まで儀式の練習を続けます。いいんですか？中止になってしまえば練習が無駄になってしまいますよ。無駄な練習などないぞ、このように。それでも本番に向けて準備を続けてくれるんですか？今ここで練習をやめて当日に後悔したくない。ああ、なるほど。僕はこのまま当日まで練習し続けます。クローバー先輩とシュラウド先輩も一緒に頑張りましょう。やみくもに努力するのは合理的じゃないと思うんだが、じゃあちょっと練習の回数減らす？別に一気にゼロにしなくても。拙者もトレイシの意見に賛成。まさに大人の意見。こいつは。でも僕たちがスターゲイザーに選ばれるなんてこと、在学中には二度とないと思うんです。そうだね。イデアもトレイも3年生だし、来年4年生だったらいなくなっちゃうしな。だからどんなに確率が低くても晴れる可能性がゼロじゃないなら、後悔しないよう精一杯やっておきたいんです。お願いします。まあデュースの言うことにも一理あるな。もし当日晴れたら練習不足の舞を披露することになる。そうなれば俺たちは揃って寮長に首をはねられてしまうかもしれない。分かったよデュース、俺も付き合う。な、トレイシが賛成しても拙者は断固反対ですぞ。というかイデア、お前はそもそもデュースの勝負に負けたんだろ。拒否権なんかないんじゃないか。お、はあ？トレイクローバーさんの言う通りだよ兄さん。そんな拙者に残された唯一の希望が。オンラインで対戦ゲームをやってるときは敗者に生きがる権利はないんだよ。グヒヒとは言ってんの？気持ち悪いだろ。っていつも言ってるじゃないか。なんならボイスのメモリ再生しようか。あんま聞きたくねえな。推しなんだけどあんま聞きたくねえな。わかったよ。やればいいんだろ、やれば。クローバー先輩とシュラード先輩、それにオルトも、ありがとうございます。当日まで、突っ走りましょう。いやー、皆さん生徒の鏡ですね。では、儀式の中止は当日まで見送るということで、引き続きよろしくお願いしますね。言うだけ言って書いたぞ、あいつ。ん？オルト？オルト、どうしたんだぞ？雨雲レーダーをもとに学園上空の細かい雲の動きをシミュレーションしてみたんだ。そんなことできんのか？学園長の言う通り、当日は巨大な積乱雲がこの上を通過するみたい。あくまでもシミュレーションだろ？どうなるかわからない。うん。でも不思議だな。どれだけ精密に計算しても晴れる確率は低いのに、満天の星空の下で星送りの儀式をする兄さんたちの姿を何度もシミュレーションしちゃうんだ。オルトは楽しみにしてんのな。オルト、同じこと言ってた。ウィッシュアポンワスターの伝承では、木の人形だって奇跡が起きて人間になったんだ。信じていればきっと晴れる。うん、兄さんと一緒に星送りができたらいいな。お、イデア、もうなんか思うことあるんか？僕の願いは、あ、スターゲイザー側の願い事ってことか。そういえばあと2日になっちゃったよ。早いな、結構ハイテンポだな。
儀式当日は巨大な雲が学園の雲を覆って天候が荒れる。接種的にはこれ以上ないくらい最高の展開でハッピーエンドまっしぐらなわけだけど、儀式が中止になったらオルトは悲しむだろうし、兄としてはどうにかしてやりたい。とはいえ、いくら接種でも天気を変えることなど不可能。ああ、もうどうすればいいんだ。兄さん？何、オルト。トレイクローバーさんが練習はこれぐらいにしようかって。わかった。いつもより早いね。デュースが集めた大量の願い星を飾りつけようと思ってな。あ、それなら僕も協力するよ。助かる。さあ、グリムと監督生も手伝ってくれ。思ったけどさ、雑用任されてるけど、これ、俺とグリムいらないよね。あんまり言うのもあれだけど、いいよ、やるよ。いやー、仕方ねえだぞ。飾ってんのこれ。このガサガサ音、飾ってんのこれ。増えたこれ。わかんないけど。ふぅ、これで全部か。我ながらよく集めたな。なあ、デュースは自分の願い星を飾らねえのか？僕の願い？生徒たちの分を集めるのに忙しくて、すっかり忘れてた。俺もだ。ついでに自分たちの願い星も飾っておくか。そうですね。じゃあ早速、僕の願いは、お、なんだお前の願い。警察官になれますように。ほー、お前の夢は警察官か。公務員。すごいな、元ヤンが警察官ってなんかいいな、なんか。へえ、真面目なデューススペードさんにはぴったりの職業だね。とはいえ、僕が目指してるのは魔法執行官なんだ。前途多難だよ。難しいのかな。それって魔法犯罪を担当するエリート部署の人たちだよね。ああ、やっぱそうなんだ。ああ、相当厳しい道だと思うけど頑張るつもりだ。僕が真面目な職業に就けば、きっと母さんも安心してくれると思うから。こいつ、いい男に育っても。デューススペードさんはお母さん思いだな。叶うといいね、その願い。ありがとう。それじゃ次は俺の番だな。デュースの立派な願いの後だとちょっと言いづらいんだが、俺の願いは最新のフードプロセッサーが手に入りますように。ほー、そっか、お前料理担当だもんな。ケーキも作るし。ほんで、すごくクローバー先輩らしい願いですね。いい願いだ。叶ったらまた俺様も美味しい菓子が食えるんだぞ。そうだな、叶うのを期待しててくれ。こら、グリム。クローバー先輩の手作りの菓子はハーツラベル寮生の特権だぞ。何でもない日のパーティーのために遠慮なく食べに来やがって。あ、そうなんだ。でも、2歳児だからさ。2歳児だからその辺察してって。この子もどこで生まれたか分かんない子だから察してあげて。パーティーには神様も一緒に、あ、言ってんだ俺。俺ばっかりに文句言うな。こらこら、そこ。くだらないことで喧嘩するなよ。え、これ呼ばれてないのに俺ら行ってるパターンある？もしかして。呼ばれたら行くけどさ、呼ばれてないのに行くのは俺らどうかと思うぞ。次はイグニハイドの2人か。どうする？あ、じゃあオルト君の分もあるのか。え、死者もここで願いを込めるべき？いや、別に強制ってわけじゃないが。恥ずかしがる内容でもないと思うし、忘れないうちにやっておけば。オルトはシュラード先輩の願いを知ってるのか？もちろん。兄さんは毎年同じ内容なんだ。へえ。わあ、それは気になるんだぞ。ああ、シュラード先輩が律儀に毎年願うなんて、よほどのことじゃないか。そんな期待の眼差しを向けられましても。ウイルスと脅威出ちゃった、ほら。何願おうとしてんだ、お前。拙者の願いは、スターローグの続編が出ますように。やったよ、スターローグ。6章で散々やったよ。スターローグ？何なんだぞ、それ。これだからパンピーよ。だいたいパンピーだろ。お前もパンピーだよ。僕と兄さんが小さい頃にハマったゲームだよ。続編が発表されたんだけど、開発チームが解散しちゃってさ。兄さんは制作が再スタートするのをずっと待ってるんだ。そのスターなんとかっていうのはそんなに面白いもんなのか？面白いかって？愚問ですわ。スターローグは当時最先端のグラフィックを搭載したシューティングゲームで、銀河を舞台にした壮大なストーリーはゲームファンならず SF ファンからも高評価を得たんだ。拙者なんて未だに初めてプレイした時のことを鮮明に思い出しますぞ。輝く星々、敵戦から猛攻撃、無線から聞こえる仲間たちの称賛、あの感覚は拙者のゲーム人生においても取り立てて貴重な。すげえ早口やったんだぞ。頑張った俺。まあ、そのゲームがどれだけ好きなのかってのは伝わってきたよな。ですね。すげえ面白そうだと思いました。来ちゃった、ほら。恥ずかしがっちゃったもん。あれ、今の音って。兄さん？おーい、兄さん。反応がない。怒って通話を切っちゃったのかな？怒る様子はないけどな。恥ずかしがってんだよ、多分。悪い。気に障るようなことを言ったつもりはなかったんだが。気にしないで。兄さんはデレアなんだ。
最後は僕の願いを聞いてくれる？あれ、でもお前願い星持ってねえじゃねえか。僕は学園の生徒じゃないからね。グリムさんと神様さんと同じで、兄さんと二人で一人の扱いなんだよ。なのに教えてくれるのか？うん、星に願いを届けるスターゲイザーのみんなに僕の願いを聞いてほしいんだ。ダメかな。ダメじゃないごめんな、オルト、変態が横にいてごめんな。もちろんだ、聞かせてくれ。僕の願いは、兄さんの願いが叶えますように。お前は泣かせ、なんか6章やった後だとなんかあーってなる。お前こそすごく兄さん思いじゃないか。やっぱり僕にとって一番大切なのは兄さんなんだ。だから兄さんの願いが昔話みたいに星に届いたらいいなって。いい子すぎる。イデアの弟とは思いねえくらい純粋でいいやつなんだぞ。イデアが今の願いを聞いたら喜ぶだろうな。オルトの願い、願い星がなくたって星に届くように僕も心を込めて舞をするからな。ありがとう、デュース・スペードさん。星送りの儀式の日、晴れるといいね。あら？兄ちゃん？兄ちゃん？通信切るつもりが、焦ってこっちのマイクだけ切っちゃってた。焦りすぎだよ。お前焦りすぎだよ、それは。けどおかげで、オルトの願いを聞くことができた。お、そう思って、イデアをどうすんだ？話したな、これ。雨雲レーダーをもとに学園上空の細かい雲の動きをシミュレーションしてみたんだ。学園長の言う通り、当日は巨大な積乱雲がこの上を通過するみたい。あくまでもシミュレーションだろ、まだどうなるかわからない。うん、でも不思議だな。どれだけ精密に計算しても晴れる確率は低いのに、満天の星空の下で星送りの儀式をする兄さんたちの姿を何度もシミュレーションしちゃうんだ。オルト、ウィッシュアポンアスターの伝承では、木の人形だって奇跡が起きて人間になったんだ。信じていればきっと晴れる。うん、兄さんと一緒に星送りができたらいいな。いいな、いいな、いいな。オルトの願いのために僕がスターゲイザーとしてできることは、できることは、兄ちゃんもう分かってんだろ。いいでや。